今週はタイガースザ・ザ・ザ・タタタイイイガガガーーースススこれはなんですか言わずと知れた田二さんですねここのタイガースのことを詳しく喋ることなんかは何の必要もないぐらいラジオをいている人も日本全国の人が知っているだろうしどの人がメンバーでメンバーのこともみんな知っているだろうから別に言うことはないんですがタイガースがねちょうど人気がすごい頃にですね 僕も広島でアマチュアのバンドを作ってやってたんですよ、さダウンタウンズというか、音楽、タイガースのコンサートなんかを見に、広島に来たりすると、たまに見たりとか行くんですよ、バンドで。そういうの、どういうところでコンサートやったんですか広島の体育館とか、ああ、じゃあ、いろんな人たちが出たり。いやいや、タイガースだけの、タイガースショーということで、よく東京からバンドが来てやるんですが。 シャープホークスとかも来ましたしタイガースに行き一応行ってみてですねバンドとしてねやっぱアマチュアっていうのはさ大体そうなんだけどプロに対してなんだい、こんなのって思うもんなんですよ。でもご多分に漏れず僕たちもタイガースを見ながら女の子たちは本当にキャキャすごいんですがほとんど演奏は聞こえないんだけどなんで、この程度の演奏でっていうに僕は思ったことを。 今でも記憶ねだって、うん、タイガースなんて上手くないじゃん、こんな, <laughs> んなの。俺たちの方がよっぽど上手いじゃん、はい、っていうふうに思ってました。うん、それであの、やってる曲もタイガースは、実はこの澤田健二さんにも会って話をいろいろしたら、はい、まあやっぱり当時のグループサウンズが皆さんそうだったように、はい、本当にやりたい曲と、 うん、歌ってる曲との間にこギャップがあって、いろんな先生とか、先生方が書いた曲とか、はい、レコード会社の思惑で作った曲みたいなものをみんな歌って、ヒットさせようというか、うんそ,うね、それを狙う狙おうがためにね、だから、ヒット作戦があまりにも重要視されるあまりに、あんまりやりたくない曲を、自分たちとしてはあんま好きになってない曲を演奏したた。 うん、っていう事実があるじゃない、はいで、それがきっとタイガースにもあったんだろうと僕は思うんだよね、本当はあのポール・リビオとレイダースとか、あの頃のね、はい、向こうのイギリスのバンドとか、はい、あアニマルズやらね、はい、キンクスやらね、はい、そういうのやりたかったのよ、はいで。きっとおそらく、うん アマチュアでやってる頃はそういうのをやってたんだ、グループスタウンズは、みんな。ライブでも、ライブ版出てるんですけど、うん、やっぱり向こうのカバーやってますね、いっぱい。なるほど。うん、だからみんなね、それこそ、テルミーもやるだろうし、ストーンズのね。キープ・ミ・ハン h a n とかそういうのをやるはずなのよ。うん、ところが、まあ、たまたまあのレコードにさせられてるっていうか、うん、レコードにしてる曲は、やっぱり作詞家作曲家が作ってるんで、はい なんかちょっと会話曲っぽい曲が多くなってしまってんだ。そういうのを俺たち聞くから、テレビで見てるから、なんでこんなのって思うわけ。こっちはオース・レディングとかやってんだぞ、フォートップスをかもってんだぞとか思うじゃない。そういう僕らがずっと。本当はいろんなのやってたのかもしれないけど、そこしか見えてこない。見えてこないからね。テレビでしか見てないから。だから、なんだったら俺たちの方が上だよって言って、俺たちも東京を目指して、東京来て渡辺ないプロダクションの門を立て